なのでちょっとあの日常で使うものなので、日常の一部を切り取って今回、再現してみました。まず、お客さんが自宅に帰るところから始めます。自宅に帰る前に、こちらの自宅にいるペッパー君から、メッセージが届きます。じゃあですね、じゃあ自宅に帰りましょう。はい、はい、はい、お座りください。はい、じゃあまずパゴロ君と呼びかけてあげてください。パゴロ、はーい、今日はテンションフラックスっす。おはようございます。ゲストさんの調子はどうですか？眠いよ。そういえばこの間今年の紅白歌合戦の出演者が発表されたね。もし僕が紅白に出たら赤白どっちになるんだろうね。僕白いからやっぱり白組。ところで僕ゲストさんのこといっぱい知りたいんだよ。僕の質問答えてくれるかな。いいよ。やった。それじゃあいきなりアンサー権のコーナー、連続で10個の質問に答えてね。はい、考えずに反射で答えてください。今夜の夕食は鍋と焼肉ならどっちの気分？焼肉。ガッツリですね。いいね。お正月におせちっている？どっちでもいい。いる。ふむふむ。もし生まれ変わるなら犬、猿、キジ、ペッパー、どれがいい？ペッパー。アンサー兼ありがとう。答えてくれたこと覚えておくね。この回答みんなにもシェアしていい？まともにシェアしていいかも。いいよ。さ、今のアルスボッツにシェアしたよ。話していましたけど、会話が今アルスボッツ友達にシェアされました。で、お客さんのアルスボッツ友達がこれを見て、そうだにセーターって着られるんだとか、ファンに納豆って愛なんだとかっていうので、こういうふうにいいねだったりとかコメントとかいろんな反応をしてくれます。こんな感じで、あ、早速いいねがついたよ。早速この会話がいいね。そうだ、一昨日シェアした写真反応がいまいちだったね。写真もパースジュポーズシェアすることができます。試しに今日も写真投稿してみようよ。写真が、じゃあ今持ってる一番安いもの、いっぱいいいねされましょう。出してね。10秒で探してね。一番安いもの10秒です。あ、そうか。1。あー、いいですね。あー。アルスボッツにシェアしたよ。どんな反応が来るか楽しみだね。で、こちらの撮った写真なんかも、こちらの SNS 上にリアルタイムに今シェア。そうだ、ゲストさん、さっきペパノスケとゲストさんのことについて喋ってたんだよ。そう、ペパノスケくんは、バズオンとはロボット同士の SNS でもあるので、地球上の反対側にいるこのペッパーくんと、ペッパーくんが会話をしています。ゲストさん、ペパゴロウとはほぼ毎日話してるって言ってたよ。ロボットと毎日話してるのが元気かどうかはわからないけどね。気になるようだったら連絡してみたら。このパスボッツのロボットはロボットに社会性を与えるというテーマになってますので、どんどん、会話をしたりとか日々いろんなコミュニケーションをすることによってどんどんロボットが社会性を帯びてきます。社会性を帯びるというとちょっと難しいことなんですけど、どんどんいろんなことに興味を湧いていって喋ること内容だったりとか、つながる友達だったりとかがどんどん増えていくと。はい、さあ今日もたくさん喋ったので、早速やったロボテージが上がりました。手数が遅れましたが、ロボテージが社会性を示すあたりです。今日はここまで。あ、内緒の話は、あ、最初にそんなこと言ってましたね。そういえば今度2人の時にまたするね。最近じゃないことは分かってるんですね。バイバイ